三国志に出てくる武将の中で一番多い姓ってのはどれなんだろうか、と疑問に思っている、普通のゆっくり霊夢です。まあ順当に行けばそうなんだろうけど、じゃあ絶対にそうなのか、と言えば断言はできない、レスバ最弱のマリサだぜ。今回は三国志武将紹介。紹介するのは後のラストエンペラーで暴君でもある孫弘にちょっと嫌味を言っただけで処刑された男、長相よ。彼は後の二長として名高い長江の孫にあたる男ね。長江といえば孫策が暗殺されて江東が乱れている時に、よく孫権を補佐した男としても知られている男だな。そんな後の後進の子孫ってわけか。さて改めて紹介するのは長相。その弁論術において孫弘を出し抜く才能を見せつけるものの、とあることを孫弘に強制されてそのせいで命を落とす羽目になった男。彼は一体どういった人物なんだ。長相は徐州公領軍社楊堅出身の人物で先に述べた通り、後の後進である長江を父に持つ男ね。長相は長元という男を父に持つ男で後のラストエンペラーである孫弘の時代に後に仕え、そこで次郎に任命されたの。しかし長相には弁舌の才能があり、そのおかげで抜擢を受け、次中や中書令という、高官を歴任していったの。長相はその血筋のおかげで高官に任命されたわけじゃなく、その才能を持って抜擢を受けたわけか。後の期待の新人ってわけだ。そんな才能ある長相はある時皇帝である孫弘から、ことを引くように、との命令を受けたものの、長相はことが引けなかったもんでこれを丁重に断った。まあ孫弘は明らかに嫌がっている長相に対して巫女乗りを持ってことを練習するようにと言命したんだけども、そもそもさ、長相は文官で後の高官。なんで孫弘はそんな彼に対してことを鳴らすように強制してるんだよ。そんなもん音楽家にでもお願いすりゃいいのに。その後、孫弘は宴会の席で急に、ことって楽器はすげえよなぁ、と言い出したの。これを見るに孫弘はめっちゃことが好きだったようね。そしてこの発言を聞いた長相は孫弘に対して、いにしえの時代、真の平行が進化に正確という曲を弾くように命令すると、その進化は主君に対して、我が君は徳がものすごく、高いとは思えないので、この曲を聴く資格はない、と言ったとか、と言い出した。これを聞いた孫弘は長相が自分に対して嫌味を言っていると思ってこれをひどく憎んだようね。長相は孫弘からことを弾くように強制された。おそらく孫弘は何か聞きたい曲があるんだろうな。でも長相は孫弘のことを憎んでいたからつい、陛下には徳がないんだから、私が勉強して覚えたことの曲を聴く資格はないよ、と嫌味を言ったんだろうぜ。なもんで後に孫弘は多治の事件のことで長相を逮捕し、彼のことを懸案へ左遷して船作りのお仕事をするように命じたの。まあ後に孫弘は人を送って長相のことを処刑したんだけどね。まさかことを引くように命じただけで人が一人亡くなるとは。皇帝の権力の強さがよくわかるぜ。また、長相の最後には別の説もあって後期という書物にはちょっと違う長相の最後が書かれているの。その書物によれば孫弘は生地才能があっただけに自分より優れた人物のことを嫌っていたものの、長相はことあるごとに自分の言葉よりも素晴らしい意見を出してきたため、孫弘は長相のことをひどく嫌っていたみたい。そんな折、孫弘は長相に、私のお酒の飲みっぷりはすごかろう。誰と比較できるか、と問いかけた。これに長相は、陛下の飲みっぷりはまるで孔子のようです。お酒をもう100杯飲み干すことができましょう、と答えた。これを聞くと孫弘は烈火のごとく怒って長相に、長相は孔子が、王者になれなかったことを皮肉り、私のことを孔子に例えたのだ。とか意味のわからないことを言い出して長相を捕らえ、彼のことを処刑しようとしたの。孫弘は長相のことを憎んでいたから、いつの日にか適当な理由をつけて彼のことを処刑しようと思っていたんだろうぜ。しかしもって長相は慕われていたのか少女の新婚以下、大臣ら100人余りがこれの除名に来たもんで長相は死を免れたみたい。まあこの後長相は死罪に追い込まれるんだけどね。暴君に仕えた者の末路。と言えるのかもしれないな。さていかがでしたでしょうか。今回の人物のことは、
もしよければチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。感想のコメントや紹介してほしい武将のコメントも大歓迎だぜ。文官でありながら主君にいじめられてきた男だったぜ。それじゃあ今回はここら辺で、まったねー。